はドキュンに絡まれたことはあるかな？極力絡まれたくないけど、ちょっとしたことで因縁をつけられることもあるのがドキュン。今日はドキュンに絡まれた一致が逆に制裁を加えるというお話だよ。ドキュンに絡まれたんだが意外な展開に。今さっき帰ってきたんだが話してもいいかお前ら。よし来た。携帯から出し遅いのは許してくれ。12時半くらいに喉乾いたから近所のコンビニに蜜やサイダー買いに行ったのな。なら明らかに中2ファッションなガキが立ち読みしてたんだわ。うわつうえうえとか思いながらドリンクコーナーへ。そんでサイダー片手にレジへ向かう俺。その途中にチラッと見たらドキュンと目があったのね。ガンミ売ろうとか思いながら普通に会計済まして退店。イブ倒したのは中学生か。そうそう、後にわかるんだけどね。適当にスペック書くわ。俺高2 178cm 68kg。 ラグビーやってたからそこそこの力はあるつもり。重防12 170ないくらい。細い顔キモい。ホッシャンみたい。筋肉あってその身長なのに体重がぐいな。そんで退店してラベルとかいらねえから剥がしてゴミ箱に捨ててたのね。じゃあ、おい、みたいに声かけられたのよ。そんでなんだなんだと思いながら振り返ればそこにはドキュン。お前さっき俺のこと見てたろ。とか言い出すのよ。出たとか思いながらめんどくさいし明日学校だし。いや見てないっすよと言ったんだわ。コンビニで飲み物を買った際、目が合っただけで因縁をつけられてしまうイッチ。イッチの顔はかがまれる顔なのか。目悪いからその時メガネかけてたからかな。決してそんな経験はあまりない。続き見てたろう。オーガヨーとかゴミ箱蹴りながら必死に言い出すわけ。俺笑いこらえるの必死。そこで店員さん上、偽物なので傷つける行為などはご遠慮ください。ああ悪かったな。セリフテラ中にここで俺が笑い耐えきれずにふっと言ってしまった。おい今笑ったろとか言い出すわけ。いや笑ってないっすよ。おいちょっとこっち来いとか言われたから駐車場へ。ああ、マジでムカついたわ。お前怠慢晴れよとか言われたんだわ。え、いや怠慢とかやめときなよ。俺てらしんし。いや無理だからお前マジ殺すみたいなことになったのね。あ、そっか。なら相手してあげるよ。って言ったのね。じゃあ少しどもり出すドキュン。あれやってこないの？マルスんじゃないの？おめえ絶対マルス。みたいなやりとりが数分間。ドキュンにイチャモンをつけられている中、いなしながらも煽っていくエッチ。そして駐車場に移動し怠慢が始まるよ。なら BQN が近づいてきてなんか胸ってカタカタってか、それで俺を押してくる感じ？そんな状況になったんだ。でまあ俺勝つの半分確実だし両手掴んでなだめようと思ったんだわ。じゃあ手首マジ骨、テラガリガリ、髪の毛金髪でダボダボの服だったからわかりづらかったんだがマジで弱そう、とか考えてたんだわ。それで少し強めに押したら後ろによろめいたのね。そのドキュン。やるじゃねえか。とか言い出す厨房。ちょっと俺も本気出すわ。とりあえずタバコ吸うから待ってろとか言い出す。あーどうぞみたいな感じな俺。とりあえずこの時早く帰りたかった。もう俺の負けでいいんで帰っていいすか。はあ無理だし逃げんのかよ。じゃあそこで土下座しろとか言い出すのね。それは無理ですって言ったら、じゃあおとなしく待ってろとか言われた。ドキュンの攻撃も全く効いていない一致。面倒に感じてさっさと負けを認めると土下座を要求されてしまうよ。で暇だし厨房に話しかけたのね。ところで厨房君はどこの中学なの？〇〇中だ、俺の大好きってる。とか言い出すのね。もう腹筋崩壊寸前。ああ、じゃあ俺の後輩になるのかって言ったら。先輩のくせに後輩にペコペコしてだせー。とか言い出したのね。少しイライラし始めた。てかバグ引いた池井のやつに喧嘩売るとかアホすぎ。いや、細い方だよ俺は。所詮やってたの中学だし、バックスだったからラグビー体型とは言えない。続き、そんで厨房がタバコ吸い終わってよっしゃ、やる気出てきたとか言い出したから、じゃあ早く勝負つけようよって言ったのね。じゃあ近づいてきて不意打ち腹パン食らった。が、全く痛くなかった。そこから BQN のターン、ひたすら殴る蹴るをしてくるが全く痛くない。そして攻撃が大振りだから隙だらけ。こいつ絶対ヘボイはとか思いながらとりあえず攻撃を受けてた。じゃあ厨房が顔面にグーパン入れてきたのね。さすがにちょっと痛かった。そこで少し怒りを覚えた俺は優しく紳士的に足元にローキックをかました。そして見事に崩れる厨房。クソ調子乗ってんじゃねえとか言いながらパンチかまそうとしてきたから、その手首ひねって腹に膝入れた。とりあえず腹筋は固めていたんだぞ。まあそやな。ドキュンに煽られ若干イライラを募らせながらも相変わらず攻撃は全く効いていない一致。続き、痛がる厨房。クソとか言ってる。俺耐えきれず爆笑。おめえ絶対許さねえとかこざいてる。そして厨房が、マジ切れたわ。ただで済むと思うなよ。今から先輩呼ぶからそこで待ってろよ。あ、とか腹さすりながら言ってきた。
はい、先輩。夜遅くすいません。なんか調子乗ってる奴がいるんで片付けてほしいんすけど。あ、はい、お願いします。〇〇のコンビニです。あ、はい、じゃあ待ってます。とか言ってるのを聞いて、ってなった。とりあえずこの厨房の先輩ということは、俺が中学在学中に同じ中学にいた人間となる。ドキュンの攻撃をかわしカウンターを食らわすとドキュンに仲間を呼ばれるイッチ。しかし召喚された名前に覚えがあるようだね。元ボクサーだけど鼻殴られたら力じゃダメ。息を吐いて逃がす。そうなんだ。まあもう高校生だし喧嘩なんてするつもりないけど覚えておく。続き、なあ厨房くん、ってのは〇〇かいって聞いたんだ。じゃあそうだけどなんで知ってんの？とか言われ、この瞬間俺は勝利を確信した。といえば俺の一個下の部活の後輩にあたる、現在高一の可愛いやつだ。まあいろいろとね、この時はまだ後輩だとは言わなかった。後々後悔する厨房の顔が見たくて。なんとドキュンが召喚した A は一致の後輩だったよ。一致はそのことを言わずに A の到着を待つ。続き、10分くらいしたらうっせー原付で3人くらいやってきた。後輩の A、そして B、もう一人は知らない。そして得意げに、こいつっすよ。調子乗ってるんでお願いします。とか言ってた。で俺が AD によう、久しぶりだなって言った。厨房は、は？みたいな顔してる。気になってんだけど、じゃあって口癖。方言。じゃあって言わない。そしたらみたいな意味。続き。まるまるくん久々じゃないっすか。みたいに A が言ってくんのね。え、先輩知り合いなんですか？見たに聞くと B がお前アホだなみたいな感じで言ってた。厨房マジ涙目。いやー、まさか先輩ってのがお前らだとは思わんかったよ。とりあえずなんかこの厨房が俺に喧嘩突然吹っかけてきてさ、みたいな話を AB としてた。AB についてきたもう一人は空気。厨房はこの世の終わりみたいな顔してた。全ての状況を察したドキュンは涙目になるよ。そしてここからイッチの復讐が始まる。いやーすんませんね、調子に乗って。こが厨房変えるぞっていうパターンか。残念ながら違う。ここからが面白いぞ。とりあえずそいつ俺のこと散々侮辱してくれたし仕返ししないとな。どっか人目につかん場所なかったかって俺が言って、 AB があそこどうですかとか言ってきたんで、そこから徒歩5分くらいの線路下にあるドキュンのよく溜まってる場所へと厨房連れて5人で行った。うはっ、ここ懐かしいとか言いながら多品だ顔の厨房をどういじめようか考えてた。ちなみに言い忘れたが厨房時代は俺もいわゆるドキュンというやつだった。学校は不真面目だったが小5の頃から行ってた塾だけは真面目に行ってたので勉強はそこそこできた。そんで心改め高校はまあそれなりの進学校へと入学。続き、そしてドキュンの血が騒いだ俺は昔からやりたかったあることをさせることにする。そう、全裸土下座だ。パンツ履いて脱いで脱いだ。これは俺も全裸待機せざるを得ない。おい、厨房服脱げよ。え、脱げっつってんだろが、みたいなやりとりをしてパンツ一丁なのね。数十分前からの奇跡の逆転劇。パンツは？え、これも脱ぐんですか？厨房ここまで無口だったから気づかんかっけど敬語になってる。もう俺は楽しくて仕方がなかった。ここからホモスレに発展するわけだな。そして見事な全裸。体はガリガリ。ちまる子八世。そして顔ほっしゃん。もはや笑う以外の選択肢がない絵だった。さっき逃げるなら土下座って俺に言ってくれたよな。土下座しろって言ってやったら即土下座。推薦でした、すいませんでした。マジ涙声顔くしゃくしゃ。ほっしゃんの顔でさらに顔くしゃくしゃ。でもうかわいそうだったので土下座はもういいよって優しく言ってあげた。だがしかしここで低い位置ではない。お前中2だったよな。抜いた頃くらいあんだろ。え、あ、みたいになる厨房。土下座で終わりと思ってたわ絶対。世間舐めすぎ。イッチはドキュンに全裸土下座をさせるだけでなくその活動を強要させてたよ。厨房も悪いが、そんな年期待決めてどうする。大丈夫な、息はまだドキュンが。許してやろうとも思ったんだがな、もう勢いでやりきった。大丈夫、今は成績優秀な真面目と変化を遂げている。続き、え、ないの？ないわけないよね。俺なんて中1くらいからバンバンやってたぜ。みたいに言ったら全員爆笑。厨房は全、そっからは無音でひたすら窒息ちまるこしまる厨房の姿が、音といえばなんかチクってたまにいるのとたまに通る電車くらい。そして厨房は果てた。がしかし、未開戦の A の声、許してやろうと思ってた俺にその一言が火をまたつけた。よし、もう一回だ。じゃあそれまで空気だった俺の知らない奴が、ケツにタバコ入れましょうよ。とか言い出してケツからタバコ出しながら未開戦。先ほどより2倍ほどの時間をかけて厨房はまた果てた。さすがにやりすぎなのではという雰囲気がすれないに漂うよ。その状況で2回も果てられるものなのか。わかったか。もう他人に喧嘩売るとかやめときなよ。優しくそう言い放ち、ドキュンは泣きながら、すいませんでしたー、みたいに言ってきた。
ちょっとやりすぎたなと思った。その後どうなったかは知らん。とりあえず俺がその場から200メートルくらい離れた時、ウェーイ、みたいに盛り上がってるのが聞こえた。確か B はそっち系だった。以上で終わりです。こんな打文に夜分遅くまで付き合っていただきありがとうございました。ドキュンを謝らせたというところで話を終えるイッチ。ここからはスレミンの質問に答えていくよ。進学校は、おまずにいでやんごとな機会感とか言うのか。なかなか面白い。でもそんなん言ってるやつは見たことねえわ。まあないと思うけど適当に質問あや答えますよ。俺も明日学校なんであまり遅くまではいられませんが。で、B はまずにトライしたのか。どうなんだろ。今度いつ会うかもわからんからな。俺も少し気になるがな。やってることはドキュンだぞ。まあそだわな。こういうこと今後するつもりも特にないし、今夜限りでおしまいかな。進学校のやつは裸の下座が嬉しいのか。進学校関係ない。ただ俺が昔不良系漫画読んでてそんな描写があったから、個人的にやってみたかっただけ。いや、通貨やどうもチンポなんざ、見たくもないが、よく裸の下座させたなと。気まぐ防具が付加して、積分で体積を求めたがるのが進学校か。まだ微分終わったところだから積分のことはよくわからんわ。ただそんなことは決してないから安心してくれ。とりあえず ABC をおこげよ。部活の後輩だったんだろ。調子に乗ってるやつがいるって電話が来て3人でのこの子来たび。ABC は後輩のために来たが先輩がいた。そこはさ、後輩がすみませんでした勘弁してくださいくらい言わないのかね。一と一緒にその後輩いじめると思うね。そんなもんだってドキュンの世界は起こったところでどうせ変わらんだろうしな。落ちるって言ったけどちょっとだけ。ドキュンは大概筋通ってねえだろ。筋通ったことするドキュンは893の世界とかに行くんじゃね。ほとんど中途半端なやつばっかだぜ。俺もその一人。確かに巻き込まれるとはないとも言い切れんので軽率な行動だったな。まあ以後こんなことするつもりもないし、大丈夫だとは思うけど。では今度こそ本当にさようなら。どうだったかな。確かに一致はやりすぎな部分は多かったけど、不要な喧嘩を売るとどうなるかこのドキュンは身をもって知れたのかもしれないね。みんなも不要な争いを起こさないように気をつけようね。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらとグッドボタン、チャンネル登録してね。